こんにちは、オカピです。先日ご紹介した購入品のミニギロチントリマーの際にスライド式トリマーのボサボサ問題について触れましたが、今回の動画はペーパートリマーしか持っていない、使えない、あのストレスから少しでも解消されたいと思っている方へこの動画が役に立つことを期待しつつお届けしたいと思います。私自身、ギロチントリマーをメインで使用しているものの、大きいペーパーは未だにスライド式を使用しているため、このボサボサ問題には頭を抱えておりました。今回ご紹介する内容は解決とまではいきませんが、ボサボサが軽減される一つの手段としてご紹介します。トリマーや歯の状態、髪の性質によっては、軽減の度合いが変わりますことをご理解いただけますと幸いです。まずは普通にカットした時と対策を施してカットしたペーパーを比べてみたいと思います。使用するペーパーはボサボサが起こりやすい色画用紙。トリマーは私が長年使用しているフィスカースです。ボサボサが抑えられているのがわかると思います。この後具体的な方法をお伝えします。用意するものは、スライド式トリマーとカットしたいペーパーの他に、もう一枚ペーパーを用意します。このペーパーは何でも OK です。シワがあるペーパーでも問題ありません。新聞紙でも、チラシでも、コピー用紙などなど。ちなみに私は、通販などで購入した時に、一緒に入っている紙の梱包材を使用しています。このペーパーをどうするかというと、カットしたいペーパーの下に敷いて、一緒にカットするだけです。比較のため、下のペーパーを外してカットしてみます。ご覧の通り、対策をした方が綺麗にカットできています。ただ、冒頭でお伝えした通り、トリマーや歯の状態、ペーパーの性質などで、ボサボサができてしまうことがあります。100% 綺麗にカットできるというわけではありませんが、失敗した時はペーパーの向きや、カットする時の力加減などを変えると軽減することがあります。ちなみに同じペーパーを重ねても良いですが、上のペーパーは綺麗にカットできても、下のペーパーはボサボサが残るので、私は不要なペーパーを使用するようにしています。他のスライド式トリマーでも試してみたいと思います。まずはダイソー製品です。ダイソー製品はもともと切れ味が良かったのですが、少し良くなったかなという印象です。続いてキャンドゥ製品です。
私が持ってるトリマーは対策をしてきれいにカットできました。最後は中林製品です。中林製品においてはそのままカットしても綺麗だったので、あまり変わりはありませんでした。トリマーによってボサボサの度合いが異なりますが、どの製品でも軽減してカットはできているようでした。皆さんがご使用しているトリマーはどうでしょうか？このペーパーの組み合わせは良かった、ダメでした、私はこんな方法でボサボサ対策をしています、などなど、コメントで教えていただけると嬉しいです。もしかしたらもっと簡単でいい方法があるかもしれませんが、私の使い方が一つの手段として参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。以上、ボサボサが少しでも解消されればと願うオカピでした。